アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲと申します。よろしくお願いします。お久しぶりですどうも、初代アムロ風実況者のエテポンゲ D ハプティズムです。今日は久しぶりにガンダムオンラインの実況プレイ撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、ジオン軍でやっていきます。で、機体はね、なんかね、今ガシャコンでこのね、イフリートナハトと普通のイフリートっていいのかな、イフリート、まあ別、こっちにもあるんだけどね、イフリート、こっちはカイか、普通のイフリートっていうのがあって、とりあえず回したんですが、銀石系のナハトが出たので作りました。こっちは出なかったです。こっち、ナハトの方が出たんで作りました。レベル48で、結構ね、前半強化が良かったんで、マスチケ使いました。後半、後半マスチケ使っちゃった。でレベル48、で、D 錦を使ってます、相手は。で、あとはね、このケンパーとね、ケンパーの銀と、で、今回は、スナイパーをね、ちょっと、今後はね、今後のエテポンゲは、スナイパーを中心に、ガンダムオンラインをやっていこうと思います。はい。この前なら、っていうフレーズがね、ちょくちょく出てくると思いますのではいじゃあちょっと今日はまあ、スナイパーメインでやっていきます。参戦予約ボタンを、まもなく戦闘が開始されます。はい、参戦ボタンを押してください。参戦参ります。今ね、今日は日曜日なので、まあそこそこいますね。2000人ぐらい。戦闘開始までしばらくお待ちください。けど日曜日に2000人ってやばいのか。そう、久しぶりだな。こうやって実況撮るの久しぶりだな、ほんと。なんかすごいとこ放り込まれた。あれ？すごいね、なんか階級差がすごいね。こっち召喚ばっかりやのに、連邦さんは人手不足かな。遺憾が結構混ざってる。これはなかなかスナイプできるんじゃないかスナイプできるんじゃね。ちょっと見せていこうと思いますので、はい、ご期待ください。いかん相手ならなんとかなる。よし、ベルファストですね。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。なんか前最後やったと、最後実況撮った時も確かベルファストだったような気がする。出撃する機体を選択してください。まずは初動はやっぱりケンプファーで。そうそう、ゲルググのね、ゲルググの3機のやつをベルファストで撮影した気がする。とりあえず Z から出て、水泳部だよね、みんなは。多分ジオン軍だからみんな水泳で、エテは水着たいないから、とりあえず
陸の方に、陸の方に向かいます。行きます。2番だね。うん、3番は無理だと思う。3番は無理だと思う。あぶないぶない、ブソブソブソ。てか X から出た方が良かったんじゃねえ説が浮上。 X から出た方が良かったんじゃねえ説がすごい浮上しております。けどね、踏みに来るからね、連邦軍は連邦軍踏みに来るから、ここから上狙っ、ここからね、上行きたいんだけど。来てるね、早速来てるね。自軍本拠点 Y の防衛をお願いします。敵軍本拠点 C を破壊しました。うまくね、久しぶりにしてはうまいんじゃないか。久しぶりにしてはうまいんじゃないか。援護します。援護という名のハイエナいけます。援護という名のハイエナいけます。ふん、甘いわ。あーしーしー、大将仕方がない。出撃する地点を選択してください。降りた方がいいのかな。いや、こっちからスナイパーで狙っていこうか。うん、上に登りたいんだな。登れんのかな、どっかから。これ巻いとこ。ほい、これ登れんのかな。敵軍戦力、あ、登れるっぽい。残り 50% 以下です。あっつ、てかこっから登れるやん。さあ、エテさんのスナイプテック見してくよ。エテさんのスナイプテック見してくよ。見てて。バレてなーい、バレてなーい。おったなんてこった。おい、ちょっと待ってくれよ。お疲れ様でした。ふざけんなよ。今支援機撃ち落とすとこ、今エテさん支援機を撃ち落とすかどうか。50位、あれ撃ち落としてたら49位ぐらいになってた。個人評価の報告です。